どうもオナです。私はですね、今ペルーのクスコ国際空港に来ています。これからね、ここからまたリマに戻る予定で、Viva Airというね、すでにもう動画を上げてると思うんですけども、そのね、飛行機に再び乗ります。気はね、ちょっと結構不安だったんですけども、今回はどうでしょうか。クスコの空港もね、非常に市内から近くて、だいたい車で15分ぐらいかな。それで値段もね、500円とかね、700円とかそれぐらいで来れちゃうので、とてもいい空港なんですけども、このね、空港の中もね、軽くなんですけども紹介できたらなっていうふうに思ってます。それではちょうど今2時間前ぐらいなんで、中に入ってね、チェックインしてみたいと思います。空港の中入ってきたんですけど、すごい人ですね。あと航空会社もね、すごい数がありますけども、日本にね、馴染みのないやつばっかりですね。ペルービアンみたいなのとかね、いろいろ本当にありますね。おそらくほとんどのやつがリマに行くやつだと思います。あそこの時刻表もね、リマって書いてますしね。というのもね、ここから首都のリマまではね、バスで20時間とか30時間とかかかっちゃうんでね、体力がある人じゃないとね、バスで移動しないと思うんですよね。ペルーの人たちも、あと観光客もみんなね、リマに、飛行機で向かってるような感じとなります。私のね、乗るビバ航空なんですけども、ちょっとカウンターが見つからないのは最近できた航空会社だからだな。ちょっと探してみます。ここカウンター見つけました。今2時間前、国内線2時間前ってかなり早いと思うんですよね。ということもあってか、全然ね、空いてます。なんでサクッとで今回はチェックインできそうです。サクッと今回チェックインすることができました。ちょっとお腹も空いてて、さっきね、プライオリティパスで入れるラウンジみたいなのがねあったんで、ちょっとそこに入ってみようかと思います。こんな感じです。人めっちゃ混んでるな。これがね、ラウンジなんですけども、ここはね、外にあるようですね。はい、それでね、こんだけね、プライオリティパスをアピールしてるラウンジもなかなか見ないんで、これはこれで面白いですね。どんなのなんでしょうか。それであっちにも時刻表があるんですけども、リマ、アレキュアイパ、あれは多分ペルーの別の都市かな。でラパス、これはね、ボリビアの首都ですね。国際線も飛んでるようですね。ただほとんどリマですね、やっぱり。ラウンジの中入ってきました。ラウンジの中ね、完全舐めてました。外はね、下品な感じだったんですけど、中はね、すごい落ち着いてて、しかもね、こうね、メニューがあって、好きなの頼んでいいよみたいな、サンドイッチとか朝食メニューがあって、それを今回ね、ちょっと選んでみました。いやね、これもほとんどレストランと変わんないレベルなんですけども、ね、しかも中も人が少なくて、Wi-Fi のね、コードとかもくれたり、もうすごい理想なラウンジなんですけど、まさかこんなところにね、あるとは思ってませんでした。完全舐めてました。雰囲気はこんな感じで、ほとんどね、もう人がいなくて、シェフの方もいるような感じです。いや、とてもね、いい環境ですね。全然いい。早速食べ物が来ました。これね、制限エリア外にあるので、急いでる人とかだとね、注文したにもかかわらず食べれないっていう悲惨な事態にも陥りそうな気がするんですけど、とりあえず私は今回ちょっと結構余裕があってラッキーでした。はい、こんな感じでチキンのサンドイッチと、あとコーヒーとフレッシュジュースみたいな感じで、あ、パパイヤ頼んだんですけど、美味しい。もう本物ですね。じゃあこちらもカフェラテ。泡しか出てこない。まあいいや。でも嬉しいですね、こんなのも出してくれるのであれば。やっぱりそれでメインのやつですね。意外とちっちゃかったんですけども、全然でもね、これでも食べれるだけありがたいです。ホットミールがね、うまい。今すごいお腹減ってんで、全部食べれますね。じゃあ食べます。荷物検査終えました。今回はペルー国内線なので、特にね、出国とかなくね、サクッと入ることができました。ここでね、ゲートを待っとくような感じなんですけども、ここら辺見る限りだと日本の地方の空港、もうそっちの方がしっかりしてるかな。でもそれよりも広々していて、ちょっと殺風景なんですけども、こんな風なターミナルになってます。こっちにはお土産屋とかもあるので、こういったところでね、時間潰すのもいいかもしれないですね。コーヒーショップもありますね。外はこんな感じで、飛行機は一体だけ見えますね。あとはクスコのね、山が見えます。あそこに僕の荷物とかもあるんでしょうかね。中に入ってきたら制限エリアないなんですけども、ここにもね、 PP カードのラウンジがありました。アプリでね、調べたらね、エアサイドっていうのが書いてたんですけども、インターナショナルの方かなっていうふうに思ってたんですけど、こっちはてか、インターナショナルもドメスティックも区別はしてなさそうな感じなんですかね。ちょっと分かんないんですけど、とりあえずね、国内線のところの制限エリア内にもね、PP カード入れるラウンジがありました。こっち入ればよかったら、こっちだとね、ギリギリまで入れるのでね、今回まあ入れるっちゃ入れるんですけど、もう出発するんで今回やめとこうかなっていうふうに思います。ペルビアン航空っていうんですかね、ペルビアンエアみたいなペルーのねマークがついてる飛行機がありますね。あれもクスコとリマを飛ばしてる飛行機ですね。クスコの空港にもねおなじみの、サムソンのね広告があってね、こんな風な USB で充電するみたいなのがあるんですけども、めちゃめちゃやっぱり広告の仕方がうまいですね。うん、こんな風にねマチュピチュとかね、そういったところのうまいことね広告組み合わせて宣伝してるんでね、いやこれだとね現地の人も買いたくなると思うんですよね。それに外国人の人もね見てたらサムソンってすごいんだなみたいな風に思うと思うんですよね。だからぜひ日本の企業もこれを参考にしてほしいですね。今回は置き止めじゃなくちゃんとねその飛行機にそのまま入れるような感じですね。それはありがたいですね。ただねファーストレーンがね一応僕今回チケット買ったんですけど8ドルぐらい、パックで買ったんでね、それもファーストレーンの特典もついてたんですけど全然機能してないですね。結構田舎の空港だとねプライオリティレーンとかで使える資格を持ってるのに使えないとかね、よくあることなんで、まあね仕方ないっすね、その時は。座席に着きました。今回もおなじみの A320 というね、33の座席となります。1時間ぐらいのフライトでね、これだけ広さは意外とあるんですけど、今回は壊れてないな、普通だな。そう、行きはねここ壊れてたんです。とんでもない飛行機だなって思ったんですけども、今回の座席は少なくともね壊れてないですね。ただやっぱりねちょっとメンテナンス面っていうのは不安ですね。墜落しないようなことを祈ってます。En caso de evacuación, un rayo luminoso a lo largo del pasillo indicará la ruta hacia las salidas. Identifica la salida más cercana que puede estar incluso detrás. This Airbus A320 has 8 emergency exits, 2 doors in the front, 2 doors in the rear, and 4 windows over the wings. Please take a few moments now to locate the nearest exit. ばかりですね。こういったフライトはパイロットの人もね普通とは違って大変なんじゃないでしょうかね。もう雲と山がすぐ近くにありますね。In a pocket in front of you or under your seat. Please leave the plane as you would like to leave it. 飛行機なんですけど、寝てたらね、本当にもうすぐに着きそうな感じですね。今日のフライトはだいたい7割ぐらいの人が乗ってるかな。真ん中の席はちょいちょい空いてますね。このクスコからリマのやつはね、最近就航したばかりなので、そしてね、あまり知らない人が多分多いと思うんですよね。なんでね、多分少ないんだと思いますけども、これからどんどん乗ってくる人が増えるのかもしれないですね。あとはなんかバックパッカー系の人が多いですね。Ubicado en la provincia constitucional de Callao, a 15 minutos de la ciudad de Lima. Para Viva Air y esta tripulación ha sido un gusto tenerlos a bordo el día de hoy. Por tu seguridad permanece sentado y con el cinturón abrochado hasta que la señal sea apagada. Durante el rodaje el avión puede hacer varias paradas. Los portaequipajes deberán permanecer cerrados y el pasillo libre de equipaje. No olvides llevar contigo los artículos personales con los que viajas. 無事到着しました。定刻通りね、出発して着いたんで、LCC なんかね、そこら辺はね、期待してなかったんですけど、とても良かったです。ただね、着いてから結構待たされて、今バスが来たんで、まあ今回はね、置き止めです。まあこれからバス乗って空港の中に入ります。はい、それではまあね、これから沖止めなんでバス乗っていくんですけども、まあ、機長の、ね、方がね、パイロットですねがわざわざねこう出迎えてくれたのはすごい嬉しかったです。握手してもらいました。はい、いや嬉しい。予定通りリマのね国際空港に到着しました。それでね、荷物もちゃんと受け取れてロストパッケージされることなくね、問題なくね定刻通りここに着いたんで、かなりね満足してます。前の動画でもお伝えした通りね、ちょっとね安全面がちょっと不安かなっていうふうに思います。おすすめはあんまりしないです。ただそれ以外に関してはまあ良かったかなっていうふうに思います。はい、まあ、こんな感じで今回の動画は終わりたいと思います。この動画が面白かった、役に立ったっていう人はぜひとも高評価とあとチャンネル登録よろしくお願いします。またね、私はこの動画をアップしているうちもね、違う空港にいる可能性が非常に高いです。そういった、ね、リアルタイムの情報は Twitter、Instagram にアップしていますので、ぜひとも、ね、そちらの2つのフォローもよろしくお願いします。あとブログもよろしくお願いします。こんな感じで南米の LCC に乗ってみたという、ね、動画を終わりたいと思います。それでは。